リエルでーす。はい、今日は達人シリーズ。はい、はい、今日の達人はブラックサバス。はい、ブラックサバス、サバス、ブラックサバス、ブラックサバス、じゃーん、ムキムキ。うん、ちょっとね、ちょっとね、ここだけの話、ちょっと肥料やって、ひらがっちゃった。ひらがっちゃった。うん、ちょっとひらがっちゃった。ごめんごめん。じゃあやるなよっていう、じゃあやるなよっていう話かもしれんけど、もういいよ、やろうっていうことで。ね、でもね、みんなムキムキにさせたいって、うん、パパのみたいにムキムキにさせたいって言ってたけど、うん、そうそう、見てこんなやつ、色こんなにもなるんで、ムキムキで、ちょっと暗いな、色がね、暗いな、上から撮って、この模様がすごいな。そうよ、なんか円を描いてるような、これぞブラックサバス、これぞブラックサバスでしょ。これさ、肥料がさ抜けるとさ、こうなるな、葉っぱが短く、うん、あ、はいはいはい、はい、葉っぱが短く、はいはいはい、肥料が効くと葉っぱが長く、うんうん、なるよね、うん、ところがたい、え、ところがたい、ここからが達人シリーズ。やっぱね、ちょっと肥料がいる。いるね。こいつ肥料がいる。うん。若干群れやすい感じがする。うん。何かの、うん、突然っていうのは肥料抜けてって、何かの時ちょっと調子を崩すことが多い。どうよ。その通り。いきなりもうマウント取られて、マウント取られて、その通り。私今年肥料あげようかなって思ってたら、やられちゃった、床これやられちゃった、遅く、時すでに遅し。こんなのさあカッチカチで、うん、ちょっと平がっちゃったけど、でもこう肥料あげるとさ、こうやっぱり曇りが続くと、うん、お水あげたりするとこう、うん、どうしてもこうダラーンと、うんうん、なっちゃうよな、うん、でそのタイミングを楽しめばさ、うん、いいよねっていうさ、でいろんな多肉さ、いろいろ似てるしさ、うん、ちょっと違うよとかさ、うん、で今日のポイントはさ、ちょっと肥料をあげた方がいいんじゃないっていう気がする、うん、で俺なんかちょっとじゃないけん、めちゃめちゃやっちゃうからムッキムキなんだよ、でしょ、やっぱりちょっと蒸れに弱いけん、うん、このポットより必殺鉢の方がいいんじゃない、うん、必殺鉢ね、うん、そうそう、まずほら日比谷行ってさ、2週間いないとかさあるからさ、ちょっと痩せちゃったりさ、うん、それで今年はうどんこ病になった、そうサバスもうどんこ病被害が出たから、うん、ね、うん、これやっぱね、なんかね、何ない種類もあるじゃん、隣同士なのに平気な種類とか、うん、な, なりやすい種類とか、これ結構あるから、これまでコロナだけ、うん、このチワワ2匹も動画で出してるよ、動画で出してる、チワワ金でしょ、これもあれになった、うどんこになってシュッシュして普通にすぐ助かった、うん、綺麗になったね、うん、だけどシュッシュすればいいよ、めちゃめちゃ綺麗じゃない、形は良くないけど、ここだけチョンパしたいな、え、チョンパしたいな、これはしたかな、いや、てかしたいなって、あ、したいなしたくないしたくないよ、したいよ、したくない、これ今ここチョンパしてって言ってるよ、これ猛烈綺麗じゃない、うん、猛烈覆輪もう言ってる、え、チョンパしてって、
なんどういうこと？これ猛烈覆輪、全部の葉っぱ綺麗に斑が生えるでしょ。今日この回じゃねえし。この回じゃねえし。ブラックサバスよ。サバな。サバス。俺は別に名前変えてるつもりはねえぜ。うたこがハーディー。そう。うたこブラックサバナ。サバナが欲しいよって言ったけ。サバスやろ。うん。うん、でこう答えさ。育て方とあれでだいぶな葉っぱが短い幅が広いあるけどこいつはやっぱりブラックサバス。ちょっとさ爪がさこの鋭さがすごくない？うん、それがだけ育ててる証拠じゃ。わかる？爪が綺麗とか、うん、やっぱさ輸入してきてばっかりとかはさやっぱり爪がないよ。若い爪がない。でしょ、焼けちゃう、なんていう、水がなくなって、水分量がなくなって、爪が、うん、なんていうで、こう、爪を見てほしいわけよ。細い爪。これはさ、育ててる証拠やから、ね。でしょ、うん、こう輸入したりすると、やっぱ折れたりするんだよ。でしょ、なくなったりするよ、うん。ずっと置いとくと、爪の、だけ中心点あたりのさ、細い爪を見た方がいいよ。暗くて見えないね。見える？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 邪魔？大丈夫。おお見える。おほう。でしょ？どれが好きかな？うん。うん？どれが好きかな？どれが好き？うん。うん。今ないな。ちょっと痩せすぎた。さやかに水やっとけっていうの忘れすぎた。できましたよ。足んない。じゃあ細いよな。ん？細いよな。薄くなっちゃったよ。本当に見せたくなかった。ブラックサバスするって言うから、もうじゃあいいよって言うな。それはだってもうものすごいさ、ムキムキにしてさ、見せたいじゃん。でしょ。一番なんか見られたくない時見られちゃった感じ。もう一個隠してるね。もう一個隠してるね。やめてくれる。ものすごく色入ってるのが分かるよな。こんなに広がるっていうことだな。だからここにあるのはさ、だっけ趣味やけん。だから俺は生産者でな。やってるけど生産と趣味のやり方は違うけん、うん、でしょ。うん、そうよ。でも多分みんなの相手も悩んでると思うよ。え？こうなる。いやそうな、こうヒューってなる。ムキムキになってギューってなるからでしょ。うん、でも結構聞くよなサバス、うん、ダメにしろって。うん、あとはもう今だんだん涼しくなって、うん、もう地方こう全然違うけど温度が、うん、ここで言ったらさ15度を下回るかなっていうぐらいでしょ。ちゃん朝なんだか分からん、うん、そしたら今度達人シリーズでさ、うん、こうギューってしてみようとかさ、うん、こうやったらいいよとかさ、うん、やっぱり15度下回るとそれができるよね。お水を切るとか、うん、そっちも楽しんでいけるから、うん、じゃあ上の温度と下の温度見てよし今だっていう動画もやろうか、うん、なんかもうここまでお前めんどくさいこと始めちゃったらお前もう洗いざらい出していく惜しみなくな。そうでしょ。これの達人よく教えてない気がするよな。そんなに教えることもないよ。肥料を入れようって、うん、でしょ。あんまり入れすぎるとこだから肥料が開かっちゃうから、うん、でしょ。そういうとこもあとお天気とかさ、うん、雨が続くとかさ日光不足とかさそういうのもある。あとさ早く乾かすためにさ、じゃあ鉢底をこんぐらいにして土の量を減らすとかさ、うんうん、それはいいよね。うん、
それもこう目いっぱいお水を吸わせすぎない、うん、ようにするため、うん、っていうのでいいんじゃない。でその色とかもさ、見分けがみんなができるようになってくると、うん、少しずつ分かるじゃんでしょ、うん、今水を切った方がいいとか、うん、肥料を効いてて紅葉してるやつとか、うん、切れて紅葉してるやつとか、うん、うん、違いが出てくるじゃんでしょ。難しいな、見にくい、うん、色味が違うよ、うん、俺のはもう切れてきちゃってるわけよ、肥料が。でしょ、だから入れたんや。入れた、はい、はい、注入しておりますのでね。嘘やろ、またこれはあの趣味のものなんで、あんまりあの言わないでください。でしょ、もういい、葉っぱ折るすごいよ、もうパチパチなんやけん、カッチカチよ。でも薄いよな、え、薄いよな、で この薄いのにカチカチっていう意味をね、わかる、かっこよくないんだよ、開かっちゃってけんでしょ、あんまり見せたくないのでしょ。結構もう 2,3 ヶ月単位でこうウィーンってなるけんでしょ、そこ楽しまん。結構コントロールが効くよな。そうそうそう、時間もちょっとかかるけども、うん、だからそこが 2,3 ヶ月とか長いんだよ結構、うん、でろ、だからいっぱいいろんなのを試して忘れちゃうんだよ、うん、それで、おお、いいじゃん、ようなってきたじゃんっていうのが 2,3 ヶ月や、うんうん、でろ、うん、もう早いの1ヶ月でどんどん変身するし、な、うん、面白いな、面白いと思います、うん、で今なんかもうほら関係、あのブラックサウス関係ないけど、あえようとかめっちゃめちゃ水欲しがってるから、根っこバンバン出だしてるでしょ、でしょ、これ水やらんねえからよ起きてから水くれって言ってんのよ、すごいね、でしょ、だけどもう下で水やらんから、下から吸えんから、上から根っこがうわーって出だすのが、うん、もうちょっと前から今や、でしょ、今すごいスピードやな、すごい速いよ、しーちゃんの臨時やのすごいことだよ。え、なんでどうなったの今から遊ぶときやる、子供がいっぱいおる、すげえ、しーちゃんの臨時やな、めっちゃでかで、めちゃでかで、でこっから今度切っていく、絞っていくけん、うん、そして色が出だして形ができてくるんだっていうのが、もう俺はもう好きで好きでしょうがないの、そういうんだ、もう一人の世界でしょ、邪魔しないでいいでしょ、もう子供だらけよ。でもここは日当たりがいいんやな、うん、そうよ、すごいな、すごいよ、でこう枯葉ができるっていう、水を切れてるっていうことちゃんとな、うん、もう子供いっぱい周り、もうゴニョ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 でしょ、かっこいいでしょ、かっこいい、しーちゃん見てるか、もろでかだぞこれをさ、今日さんの鉢でもいいんやな、そういうことよ、うん、3134番今日さん鉢、はい、最高でーす。でしょ、うん、水あげたり切ったり、うん、もう今楽しい季節ですよ、楽しいわな、こんなの見れたら、うん、なあ、みんなやられたやられたっていう人が多かったけんな、これエリサーブやった、あ、違うな、エリサーブじゃなかった、ダビエンドーゼ、ちょっと、うん、必殺鉢もかわいいよな、うん、抜けない、え、抜けない、なんでガッチガチ下げて、うん、裏まで出ちゃうね、出てない、出てない、上がる、そーっとで、いや、むずい、ちょっと難しい、なんでよ、難しい、ほんとに、おら、うん、うぅ、
バッチーバチーバッチーバチーねえバチでしょ。もう角まですごいけ角もう血が出るよこれ。だろうない、血が出るよ。かわいいよな。うん、ちょっと待って、あのあれアイスクリームみたい、ハーゲンダッツみたいで、うん、それでみんなも根鉢を作りましょう、はい、ね。まあ、そういうさ、いろんなさ達人シリーズさ、うん、土とか根っことか、うん、水やりとかちょっと細かくさ説明するやつもやろうか、うん、ね、うん、でコメントください、見たいやつ、はい、でしょ。でいろいろ名前言うけどさ、大体もうこれとこれとこの辺は一緒だよとかあるじゃん。でしょあるやろ、みんないっぱいあるよ、何万種類あんねんから。あと何種類もあるかもしれんけどな、え、うち何種類もあるかもしれない。ああ、いやそれもあるし、うん、やろ、うん、まだだけどやったリストを作っちゃおうかなとちょっと面倒なくなってくる。でも一個だけ達人シリーズができないものがある。何、バークレーバークレー、バークレー、錦、あの指導と難しい難しい、まだコツをつかんでないよ。あんな古い種類よ。古いよな。でしょ、うん、異様に形を崩すよな、もう原型がない、うん、そこもちゃんと研究します、うん、やっていきましょう、うん、はい、みんなが上手になるようにや、うん、でしょ、で楽しくなるようなさ、うんうん、変なことちょっとずつ言ってたらさ、うん、何かで引っかかってさ、うん、いろんなタイプの人が多肉をやってくれるんじゃないですか、うん、っていうね、うん、でしょ、はい、ものすごいよ、もうものすごいです勢いがものすごいです、はい、よ、OK、はい、お知らせです。お知らせです、お知らせさせてください。はい、ね、まずリエール多肉農業塾、うん、4期生、はい、福島、はい、静岡、はい、熊本、はい、この3カ所で、やってますが、ハウスでの実践、ビジネスとして副業としてもう本業で全然いけるんだけど、うん、本気の人、明日朝動画出します、はい、明日の朝塾の説明の動画を出します。そして、すぐに、面接という名の質問大会、はい、興味のある人はそれを受付申し込みしてください。そしたらその質問大会で納得いくまで聞いてもらって、それで入るか入んないか決めてもらって、うん、そこから受付スタート、うん、とりあえず申し込み興味のある人ね、初心者さんで全然できます、うん、覚悟だけはいります。その動画を明日の朝出しますので見てもらって、うん、老後のお仕事に全然できます、うんうん、もう多肉簡単ですって言ってみんな笑うやけど簡単です。でしょ、うん、でいろんなことを教えるから、寄せ植えから何から全部教える、うん、なビジネス的考えも全部教えます、ね、興味のある人は明日の朝の動画見てください、はい、朝って昼頃やろな、うんうん、まだ作ってないしでしょ、うん、はい、そしてイベント、はい、イベント10月9日、10日、9日、10日、今週 土日、はい、今度の土日、はい、はい、大分市の共催で大分グリーンフェス開催します、はい、グリーンフェス、はい、大分駅でやります、うん、大分駅南口、裏側の方ね、はい、森の口、上野の森口上野の森口、うん、あの芝のある方ね、うん、芝のある方でやりますので、うん、ぜひ来てください。はい、あとはなんかその周りもいろんなこう、うん、イベントがあるので、うん、いや本当に天皇陛下も来るらしいし、うん、ね、家族で楽しめると思うけ、うん、多肉だけじゃなしね、キッチンカーもガーって出るし、うん、テレビ局も来るし、うん、おっぱっぴーも来るし、さかなクンも来るし、さかなクンも来るし、田舎っぽいイベントです
うちらはもう大分駅でやるから、うん、ね、その周りも全部イベントになります、うん、ね。で、うん、日比谷に持ってったモニュメントを持っていきますので、そうそう、大きい寄せ植え飾りますので、うん、ね、あと寄せ植え教室、うん、うん、特に初心者さんね、うん、やったことない人にやってほしいから、もう1000円で、うん、うん、子供から子供も OK でしょ、うん、子供、おばあちゃん、うん、おじいちゃん OK、 初めての人ね、うん、そうそうそう、やったことない人向けにやりたいので、うん、で、あ、空いてたら、あの、別に、あの、やっていいです、うん、ね、はい、どうぞ、OK、はい、どうぞ、それでは、くじをお待ちしております、はい、はい、じゃあよかったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします、お願いします、ご視聴ありがとうございました、はい、バイバーイ。